はい、皆さんこんにちは。今回はこのグニャグニャシャフト、メガスイングドクターアイアンを使ってシャフトをしならせてるんです。で、そのしならせるんですけども、このしなる方向を間違って振ってる方も多いので、しなる方向に気をつけながら、このグニャグニャシャフトを使ったスイングリズムを改善する、ゆっくり打てる手打ちを減らす、その練習方法についてお話したいと思います。で、このグニャグニャシャフトで練習した後に一番やってほしいスロースイング、ゆっくり素振り、ゆっくりスイングする、その練習へつなげていきたいと思います。はい、ではこのグニャグニャシャフトを使った練習についてお話していきたいと思います。で、この柔らかいシャフトが装着されたアイアンなんですけども、この練習器具がどういうスイング改善効くかというと、まずこの柔らかいシャフトっていうのは右肩が出る人はまず打てません。ということは、右肩を打つ、右肩が出てしまって打ってしまう、それを矯正したい、改善したいという方にすごくいいですよと。それから手打ち、体を使ったゆっくりまったりとした、あの女子プロのようなスイング、ああいうシャフトのしなりを使ってボールを飛ばす、そういうスイングになっていきたい、手打ちを改善したいという方にはもってこいの、すごい効果的な練習器具なんですね。なので、この練習器具はお勧めするんですけども、ただこのしなる方向を間違って練習されている方が多いと。まずそこからお話していきたいと思います。で、このようにこれすごく柔らかくてしなるんですね。で、このしなりでしなり戻り、こっち側にこう、このようにしなったのを、インパクトではこのしなり戻ってきてフェースがボールを拾ってくれる、フェースがボールを打つ、そういうしなり方を覚えてほしいんですね。ということは、フェースがそちらから見て、ずっとフェースがそっち向いてるようだと、インパクトの直前にフェースを戻さないといけない、フェースがボールに向かうようにこのように手を動かしてこないといけない、手を返さないといけない、そういうしなり方ではないということなんですね。つまりこのフェースはこの状態、フェースがやや下を向いてボールの方向を向いた、こういうしなりでしならせる練習、素振りでもいいですし、これボール打てるんで打球練習もできる、後ほどやりますけども、このボールをフェースが向いているこの状態のしなりを意識した素振り練習をしないとダメだということです。つまり、例えばここにボールがあるときだと、こういうしなりは間違ってますよと。つまり、こういうしなり。つまり、フェースがこう書くような感じで、下をよくシャットって言いますが、そのそういうことですよね。この、こういうことです。で、この感じのしなりを練習すると何がいいのかっていうと、見といてもらえたら分かるんですけども、これだと左脇が空いてしまう、手元が体から浮く、で左脇を締めたい、手元が体から浮いてしまうインパクトを改善したいという人にも効果的ですよね。なぜならば、フェースがこのように下を向いてボールを向いておく練習をすると、あ、左脇ってこれぐらい締まってたらいいな、あるいは左片手練習をする人からすると、あ、これですよね、これだよねっていうのが分かりますよね。それでいてシャフトのしなりを使う、つまりただ単にこういうようなしなりを作るようなぐにゃぐにゃシャフトの練習してても意味がない、素振りだけでもいいので、こういう、それも今下半身からさっき動かしますけども、こういう下半身の使い方で素振りをすれば、素振りだけでもかなり効果があります。このしならせる方向、ベースがボールに向いたままシャフトがこのようにしなる、決してこうではないということです。そういう練習で素振りをしてもらうだけでも効果があるので、右肩がベルを直したい、手打ちを直したいという方はぜひ使ってみてください。ではボールを打ちながらやっていきたいと思います。はい、ではこの柔らかいシャフトが装着されたグニャグニャシャフトで打球練習していきたいと思います。で、先ほど言いましたけども、とにかく素振りでもいいんだけども、打つときこそやはりこういう左脇が空いた、ベースがこう開いた感じで、インパクト直前まで持ってこない、でいきなりフェースを揃えない、
もうこの辺からこう書くような感じ、つまりシャットのイメージで左脇を締めて下ろしていく、そういうイメージで練習していってください。でシャフトが柔らかいので多少擦るようなダフリ、トゥーダウンが起こるのでダフることがあると思うので、その辺はあまり気にしなくていいと思います。とにかくフェースがボールに向かっていく、で体で回していって、でフォローは体を大きく回してゆっくり大きく、でトップは小さくていいと思います。大きいと違う方向のしなりで振ってしまいますので、でややハンドファースト目に持っていく方がシャフトのしなり戻りでトップしにくいので、脇を締めて胸を胸前クラブでこちらへ持っていく、そしてこういう感じで一応これを止めてみますね。こんな感じですね。で一回止めてしなり戻りを無理やり待ってみるっていうのもいい練習になるかと思います。でゆっくりゆっくり、で徐々に本来のスイング的スピード、自分のスピードで一回打ってみる、失敗してもいいから打ってみる、でこのようにスイング幅、スイングスピードを変えながら、フェースがとにかくボールに向かっていってシャフトのしなりを使っているっていうのを分かりながら練習してみてください。はい、では最後になるんですけども、そのシャフトがしなる、あのぐにゃぐにゃシャフトで練習した後に効果的な練習方法として、あのイメージがあると手先で速く振らない感覚が残っているので、体を使ってゆっくり振っていく、とにかく体を使って、下半身を使って、体っていうのは主にここから下を使ってるって思ってもらったら結構なんですけども、とにかくゆっくりフェース面がボールに向きながらゆっくり振っていくっていう練習をされたら効果的だと思います。でボールを打ってもいいですし、もちろん素振りからいったらいいんですけども、その時に下半身でリズムをとって、このようにゆっくり打つって結構難しいんですね。でもできないって当たり前だと思って、それが徐々に良くなっていく、打てるようになる、そういう練習を先ほどのシャフトのしなりの感覚を生かして練習されてくる。そしたら打ち急ぎであるとか、右肩が出て右利きの人だったら右半身で打ちに行く、そういう欠点を改善していく練習になりますので、ぜひやってみてください。はい、それでは今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネルご登録もよろしくお願いします。それではエクセレントスイング目指して、レッツゴー。